どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、やっていきましょう。虎の4番は俺だということで、ゲーム、2位との、2位3位ゲーム差が2ですね。ちょうど2で、巨人のマジックが着実に減っているといったところでやっていきましょう。今、阪神かなり調子いいんでね。3連勝ぐらいしてたかな ?3、4連勝ぐらい。だから、この流れでどんどん勝って、ちょっとね、巨人を追い詰めていきたいと考えております。いきましょう。で、安打数争いを、山田哲人選手とやんなきゃならないということで、まあ、僕としては、負けたいという気持ちもあります。やっぱり好きなんでね、ヤクルト。行きましょう。チームは先制されたところで、4番、サード、陽川、行きましょう。うわ、ブランコともう、あれか、打点1点差か。そこまで来たか。ちょっとまずいですね。あまりもだから打ってなかったんだね、今まで。負けませんよ、だったら。スライダー、スライダー。うん、今の打たなくていいや。うわ、絶好調の吉見投手か。まずいっすね。ちょっとここは、ボール入ってきたやばい。いきなり追い込まれた。でも多分3球目はボール入れてくると思うんだよね。それ、あ、来そう。よっしゃ、オッケー、センター前。ぽい、ぽい、ぽい。よし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 。今のは、ちょっとピッチャーとしても嫌な当たりですよね。うん、なんか取れそうで取れないっていう当たり、ほんと嫌ですわ、あれ。行きましょう。さあ、来いや。4割1分3厘。48本。またスライダーか。スライダー、すごいいい球投げるんすよね。ちょっとこれは負けてらんないっすわ。来た。よいしょ。あー、またスライダーか、今の。ストレートだったら入ったな、今の。入ったってか、まあ、入ったような気がする。みたいな。ボール。うい、スライダー投げますね。まさか、さすがにそろそろストレートかなんか違う球来るだろう。よいしょ。あ、違う球来た。けど、これだ。あ、でも間に合うか、これ。もしや。どうだ。よいしょ。あとちょっとだったんだよな。まあ今いいや。お、ガッツがファーストに入ってる。これ楽しみ。お疲れ様でしたということで、本当にちょっともう。いやーもう2015年、かなりね、いろんなちょっと、特に中日から、ベテランが、引退なさいまして。いやーもうちょっとなんでしょうね。悲しい思いとお疲れ様ーっていう気持ちと、もう本当にすごい、ありますよね。取られたあれ取られちった。マジか、俺的には今うまくいったと思ったんですけどね。ダメですか。よっしゃ、ようやく追いついたぞ。出た。これかっこいいっすよ。これ本当に。非常に僕としては好きな、構図です。この、真ん中にバーサスって書きたいよね。行きましょう。ボール。うい。今、かなりね、ちょっと能力は。よいしょ!いった!これ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 いけ!いけ!いけ!きたー!スリーラン!気持ちよかった今!すげえ気持ちよかった今!爽快です!もう満足だ!もうこれでも動画的には何日ぶりだろう!かなり久しぶりにホームラン打ちましたよ、正直。よーし、来たー!ウェイウェイ!いただきました!いやー気持ちよかったー!この終盤でね、このホームランはでかいですよ、正直。いやー、打った瞬間、それと分かる当たりというか、もう手応えがありましたもの。コントロールがちょっとブルッと震えるんですよね。いい当たりしたら。もうだからもう気持ちよかった、今の。いや、満足ですわ。見事に引っ張れば入るんですよね。来ました。これ、もうヒーローだろ、俺。さあ、勝利、ヒーロー来た。来ました、ヒーロー。ありがとうございます。うん、ようやく感覚取り戻してきたといったところでしょうか。おかげさまで。いやーもう、フェード、もう様々でございます。お、鶴投手、初勝利おめでとうございます。今シーズン。はい、来ました。はい、決勝のホームランありがとうございました。いただきましたよ。いやー気持ちいいっすね。いやーもう満足。僕としては。チャンスでやっぱ打つのが4番ですから。でも巨人が負けねえな。ヤクルト頑張ってくださいよといったところで、はい、中日3連戦。浜田投手との、対戦ですね。行きましょう。あ、そうだそうだ。先日ですね、ちょっとちょっとリスナー、視聴者様から、ご指摘いただきました。イデホ投手の、名前呼べなくて申し訳ございません。あともう一つ、大隣じゃなく、大隣だそうです。読み方、大変失礼いたしました。行きましょう。そうだね。ちょっと訂正すんのてっきり忘れてしまいまして、すいませんでした。僕もしなんか僕もやっぱしょっちゅう間違えたりするので、
あ、何かこう違うよっていうのがあったらぜひ教えてください。ちょっとそのまんま間違いを直さないでおくのが僕個人としてはやっぱり動画投稿してる上でやっぱりよろしくないって、やっぱ選手の方にちょっと失礼ですからね、名前間違えるっていうのは。だからちょっと僕としては、ちょっとちょっとやっぱりもし間違えたら教えてください。すぐに直しますのでお願いします。それでも直れなかったらもう罵倒してください罵倒してくださいっていう、あ、ラッキータイムリー、まあいいや、今のはエラーで1点ですね。まあ罵倒というかちょっと言ってください。なんで直さねえんだよみたいな。はい、行きましょう。今でも右投手左投手ほぼ同じようなもんですかね、感じとしては。特に苦手がないみたいなってありがたいですね。せい、あ、打ち上げた、打ち上げたか。ちょっとこれはきついですね。一応打点は入ったとはいえど、さっき前回ね。まあでもここはちょっと、でも一応試合は勝ってるんだよな、 2ずつで。いきましょう。毎回得点狙うよ。そのためにはここでホームラン打たないと毎回得点の可能性はなくなると。いきます、せい、なあ、くそ、おー、ラッキー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 、ワンチャンある、ワンチャン、間に合う、どうだ、と、よっしゃい、これは、あ、ヒット、やったね。エラーじゃないんだ。まあ、強襲ヒットって感じですかね。よしよしよし。さすがにもう、0安打っていうのはなくなってきましたね。ホームランで点差を広げろ。そうですね、点差はあった方がいいので。あ、変えてきましたね。お、田島慎二投手。行きましょう。ここは、でもなんか、しょっちゅう名前間違えるから、田島なのか、田島なのか分かんなくなっちゃう時があるっていう。申し訳、あまたやってしまった、この当たり。ホームランの回数、ホームランの、なんかタイミングがどんどん減ってきましたね、最近。タイミングっていうか、ホームランをお見せする機会がちょっと、まあ、試合は勝ったと。まあ、勝ったんならいいっすわ。イェーイ。一応今、阪神かなり試合として、うん、勝利伸ばしてますからね。何連勝ぐらいしてんだろう。かなりいいとこ来てますから、流れ来てますから、今。もしかしたら巨人の、このね、ちょっと優勝の流れを止めることができるのではないか。そんな風に思います。さあ、見ていきましょう。チームとしてはどんな感じなのか。おい。巨人がかーはん、頑張ってヤクルト、マジか。5連勝。いいじゃないですか。流れは来てますよ、今。はい。そして、広島へ来ました。4番サード、頑張ってやっていきましょう。ここはもう負けてらんないですよ。で、ここで広島に勝って、さらにちょっともう何でしょうね。とりあえず、この、2位、3位、4位争い。ここら辺のね、ちょっともう、から脱却して、2位を確実なものにしていきたい。そう。頑張っていきたいと思います。でも逆にここで3連敗なんてした暁にはそれこそクライマックスシリーズ進出も危うくなる。それぐらいのレベルです。行きましょう。チャンス来た。打点を稼ごう。ここで。てか、お、ホームランは間もなく50本へ。といったところで頑張っていきましょう。せい、あー、打ち上げた、くそ、ボールの下、面を叩いてしまった。だー、先制だ。失敗でーす。残念。はーい、ちょっとまずいっすね。これかなり。行きましょう。うわ、先制されたよりによって。おーしゃ、おーしゃ、来た来た、いいね、逆転。進塁させれば OK。ワンアウトですね。ここは負けてらんないですよ。打率はできれば4割維持っていうとこですかね。とりあえず、来た、来たー、思いっきり引っ張ってホームラン、松田だ、入りますよ。50本、いやー、来た、ついにシーズン50本入りましたよ。ま、やっぱ、マツダスタジアムだったら入りますね。何でしたっけ、外野手が、赤松みたいな感じで、キャッチ、フェンスよじ登ってキャッチができるように、フェンスが低く設定してあるので、ああいう、なんか低い弾道でもよく入りやすい、そんな感じの球場なんですよね。まあ、それはなんか、確か赤松選手が、リクエストしたみたいな、そういう逸話を聞いたことがあるんですけど、実際よくわかりません。行きましょう。なんかそういう夢のある球場ですよね。ホームランも出やすいし、外野のファインプレーも見やすいし、そんな夢のある、ちょっと球場っていいっすよね。よーし、ようやく感覚取り戻して、さらにチャンス燃えましたよ。ようやく感覚取り戻してきた。よかった、よかった。多分あまりも打てないもんだから難易度が下がったのかなーっていう感じですかね。うん。この試合から多分変わったと思います、おそらく。はい、行きましょう。第4打席。ヒットやフォアボール、スリーすれば OK。
もうせっかくだからこう思い切りホームラン打ちましょうよ。さらにもうここまで来たら60、あと1ヶ月で10本追って60本狙えるんじゃない。起きた、今日はいいですね。これで猛打賞か、やったね。攻撃の起点、ノーアウトランナー1塁。さあここでどう発展するか。さらに点が入れば、来た。いやいいですね、かなり。おお、あ、もう一打席来るか。あ、終わってるじゃん、俺いないわ。まあいいや、よっしゃ、勝ちました。さすがに点差あると変えますよね。イエーイ、ヒーロー賞いただきました。まあホームラン打ちましたからね、50本。これとりあえずそうだな、背番号の55は打ちましょう。じゃあ60本はさすがにちょっともう日数的にどうかってなるかもしれませんけど、でもそうですね、55は行きたいですさ、背番号通り。うん、なんかかっこいいっすよね、55って。まあ松井秀喜選手とかさ、まあ55をつけてる、ホームランバッターは結構多いで、イメージ的に多いですからね。はい、シーズン150安打、まあ頑張っていきましょう。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。